南北戦争当時のアメリカ合衆国の軍学大本校、吹奏楽の歴史では、世界における吹奏楽の歴史について説明する。審判吹奏楽講座によれば、吹奏楽とは、管楽器と打楽器のみの合奏、すなわち、弦のないオーケストラであると規定される。吹奏楽という日本語は、ドイツ語のブラースムジーク、ブロスムジークからの訳語とも考えられており、 日本では一般に、ウィンドーオーケストラウィンドーオーケストラや、ブラスバンドブラスバンドと称されることも多い。ただし、ブラスバンドは明らかに、英語真鍮を主素材とする、金管楽器と打楽器によって編成される楽団の、カタカナ楽器であって、語訳と概念の混同が見られる。吹奏楽の中には、競技のブラスバンドのほか、シンフォニックバンド、コンサートバンド、ウィンドアンサンブル、 ウィンドウオーケストラ、マーチングバンドなど多種多様な形態があり、その発達のあり方や歴史的変遷は国や地域により異なる。なお、上述の定義に従えば、日本の画学も七力や小、横笛が中心となっており、サイバラや還元を除けば吹奏楽の一形態と捉えることが可能である。しかし、ここでは一般に日本でブラスバンド、 ブラバンと称せられる洋楽の中の一演奏形態ないし一ジャンルとしての吹奏楽についてその歴史的変遷を叙述する。オーリニャック文化機質度の増えて聖ローマ時代の学史を描いたモザイクリビアのズリテン湿度。イタリア人考古学者が1913年に発見。現在トリポリのジャマヒリーや博物館に所蔵されている。 感覚器の歴史は古く、人類の歴史が始まって以来、骨、核、石、草木、粘土など様々な素材を用いて製作されている。ホーレフェルスのビーナスで知られる、ドイツのホーレフェルス洞窟からは、現在よりおよそ3万5千年も前の、オーリニャック文化器に属する象牙やハゲワシの骨で、作られた笛が見つかっている。日本では、縄文時代の遺跡から、 土笛が多数見つかっており、太鼓が存在していた可能性もある。世界的に見れば、太鼓の起源は、ラトルと共に古く、古代メソポタミアでは、紀元前2500年頃のシュメールのレリーフに描かれており、打楽器の起源の古さを物語る。また、設計文字で記録されたところによれば、この頃のメソポタミアではすでにご恩階が存在したと考えられている。 古代エジプトでは、エジプト新王国の時代の壁画に、しばしばラッパの水槽が描かれており、黄金のマスクで有名な紀元前14世紀の王、ツタンカーメンの墓からは直感型のラッパが出土している。新王国時代の壁画に描かれたエジプトには、管楽器として、今日のフルート、クラリネット、トランペットに相当する楽器、弦楽器には、ハープやリュートなど、打楽器には、 表紙目やカスタネット状のもの、シストラム、シンバル、ガラガラ、太鼓、タンバリンに相当するものなどがあった。このような感覚器は信号、または儀式での音響効果を担い、軍隊でも使用されたと考えられている。また、古代イスラエルのダビデやソロモンの宮廷では、イスラエル音楽が栄え、太鼓やシンバルによる舞踏がなされた。なお、イスラエル王国の時代には、 人々は、ラッパやショファーと呼ばれた角笛、オーボエに似た、ハリルなどの楽器を用いて、音楽を楽しんでいたことが知られている。古代ローマにおいても、大きな行事や重要な儀式の場では、トゥーバチューバ、ブッキーナ・ブルチーナ、コルヌ・コルヌなど、現在の金管楽器の前身となるような、様々なラッパが作られて軍楽がなされた。共和制ローマの時代の音楽は、 ギリシャや東方に影響を与えたと言われ、ガイウス・ユリウス・カエサルの著述したガリア戦記にも、カエサル自身、合戦の際にラッパを吹かせていたことを記録している。また、アウグストゥスより始まったローマ帝国の軍学隊も、漢楽器と打楽器によって編成されていた。吹奏楽のルーツとなった、トルコのメヘテルハーネインドのラジャスタン州に伝わった。 ナッカーラ中世ヨーロッパにおいては、キリスト教音楽による声楽が中心であったが、世俗音楽では、盛んにリコーダーが用いられていた。11世紀以降、ヨーロッパでは、高音から低音まで揃った、木管楽器ファイフやバグパイプ、ドラムによる楽団が現れている。1095年のクレルモン教会会議以降、 ヨーロッパのキリスト教世界は数字にわたってイスラーム世界に十字軍を派遣したが、ここで彼らはトルコ人の軍学と遭遇する。これが今日の吹奏楽の起源と言われている。大きな音の出る二枚管のズルナはオーボエやファゴットの素形となり、長い管を持つ金管のボルはトランペットの原型となった。 馬の胴の両脇に吊り下げて演奏した鍋型の太鼓、ナッカーラやクブルク、両面太鼓のダウル、ジルもヨーロッパにもたらされた。上述したように、吹奏楽という演奏形態は、地域的には世界各地に見られ、歴史的には古代にまで遡りうるが、あえて弦楽器を廃し、管楽器を主体とする編成は、多くの場合、軍隊と結びついていた。 隊列と共に演奏し、大音量を出せて、野外で響かせることができ、どこでも演奏できる上、信号や合図としても用いることができるということであれば、管楽器こそが、軍隊に最も適した楽器だったのである。14世紀以降、ヨーロッパ諸国は、オスマン帝国ともしばしば交戦したが、この時オスマンの軍団が、兵士の士気を鼓舞し、 敵を威嚇くない史敵の戦意を喪失させるために伴った軍学隊がメヘテルハーネである。1453年のコンスタンティノープル陥落や、それに前後してのバルカン半島進出に衝撃を受けたヨーロッパ諸国は同時にメヘテルハーネの大音量がもたらす効果にも驚愕し、やがて競って軍学隊を整備するようになった。ルネサンス期のヨーロッパの軍学は古代、 ギリシャやローマとは異なり、古種が雇用されたが、これは、オスマン帝国の影響抜きには考えられない。16世紀初頭に制作されたガ、ガイガ、外線更新には神聖ローマ皇帝のマクシミリアン一世を、先導する、騎馬軍楽隊の異様が描かれており、トルコの影響を受けた、楽器軍と共に、古的騎馬隊が、皇帝に近似して高いくらいにあったことが伺われる。また、 1549年の法警簿、戦争法入門には3000から6000の不評について、古種2名が必要であると記され、フランスの聖職者、トワノ・アルボが16世紀末に表したオルケソグラフィーによれば、古種は野営の撤収、行軍、撤退、突撃の古部、自己防衛の合図、警報など多様な役割を担っていた。17世紀以降、ヨーロッパでは、 軍楽隊の整備が急速に進展した。17世紀中央、イギリスで起こった、新京都革命では、王党派、議会派双方のプロパガンダを歌詞に持つ行進曲が、それぞれの楽隊によって合奏され、それはあたかも、音楽戦争と称すべき様相を呈したという。王政復古後のイングランド王、チャールズ2世は、オーボーエイコールバンドを編成し、 自身も武学に堪能であったと言われる、フランス絶対王政時代の太陽王ルイ14世は、17世紀末にトルコのメヘテルハーネにハを取って、本格的なオーボエイコールバンドを編成した。ドイツでは18世紀初頭以降、対列更新が行われるようになり、この後、更新曲の需要が高まった。こうして始まった、ヨーロッパの水層楽であるが、 やがて軍楽隊のみならず、一般の人々によっても編成されることとなった。結婚式や葬式などといった、儀式、祝祭、宴会などでは、音楽が必要とされたからであったが、レコードが発明されるまで、そうした時、民衆は自ら演奏する必要があったのである。一方、楽曲の面では、ルネサンス音楽の時期には、インク、トロンボンなどの管楽器を用いた。 応答歌招待違法の音楽がベネツィアのサンマルコジーンを拠点に演奏されるようになった。ここにおいて管楽器中心の編成がなされた要因の一つとして考えられるのがサンマルコジーンそのものの巨大さである。ベネツィア学派の中心的人物としては16世紀紅葉のジョバンニ・ガブリエリの名が知られており、彼の作品は今日でも 金管アンサンブルの重要な演目の一つとなっている。それに対し、ライプツヒなどドイツの自治都市にあっては、教会や王室とは直接関わりを持たない市民音楽家が現れた。16世紀にはギルドに由来するシュタットファイファーと呼ばれる音楽家が活動した。また、視聴者の塔からツインクやトロンボーンなどの管楽器を推奨し、市民に音楽を提供する。 トゥルム・ムジークも街を賑わせ、17世紀ドイツに現れたヨハン・クリストフ・ペツェルは、そのための作品を数多く残している。他の大陸ヨーロッパ諸国やイギリスにも、アルタ・アルタや、ピフェリ・ピフリー、ウェイト・ウェイツなどと呼ばれる、類似の形態の楽団が存在した。このように、管楽器を中心とする楽曲は、式典や合図のためとして、野外で利用されるようになったが、 リコーダーの合奏など、使用する楽器によっては、室内で楽しまれる編成もあった。楽体に、ハルモニーの編成を採用したプロイセンをフリードリヒ2世18世紀には、ヨーロッパで、現代の吹奏楽合奏の先駆けとも言うべき、演奏形態が生まれている。宮廷学士が、多くの場合は、主君や賞賛に値する人のために、野外で演じたと言われるセレナーデがそれであり、 これは、オーボエ、クラリネット、バスーン、ホルンそれぞれ2本ずつによって構成されるシンプルな、管楽器合奏であった。大作曲家として知られるハイドンやモーツァルトは、この種の編成のためのセレナーデやディベルティメントを、数多く残しており、代表的な啓蒙先生君主として知られる、プロイセン王国のフリードリヒ2世は、7年戦争後の1763年、学体に、 この80層編成を採用し、プロイセン軍のそれぞれの連隊に配備させた。これが近代の軍楽隊の基礎になったと言われる。それに前後して、ジョージ3世のイギリスやルイ15世のフランスでも、軍楽隊が整備された。18世紀末用には、各種感覚器の発明、改良が進み、フルート、トランペット、 トロンボーンなどが加わったほか、オスマン帝国の軍学隊の影響を受けて、シンバルやタンバリン、トライアングル、隠し体コルイが導入され、次第に大編成になっていった。また、1800年頃には、トルコ行進曲に見られるような、トルコ風の軍学が、ヨーロッパで流行している。モーツァルトやベートーベンの作曲した、トルコ行進曲にもメヘテルハーネの影響が見られる。 なお、アメリカ独立戦争を経て、イギリスからの独立を果たしたアメリカ合衆国で、マサチューセッツバンドが最初に演奏会を開いたのは1783年1月のことであった。バスティーユ襲撃が1789年に、フランス革命が起こると、ブルボンアサに仕えてきた多くの宮廷学士は、失業したが、共和国政府は学士を集めて、 国民軍軍楽隊を組織し、フランス革命の精神を伝えるため野外で、大音量を出せる編成を採用した。1790年には、バスティーユ法規1周年を祝って300人の太鼓、350人の管楽器からなる楽隊が、街頭ページェントに出動している。この後45人編成のこの衛兵バンドとして、ギャルドナシオナルが結成され、1792年には、 国立軍学アカデミーが設立された。1795年には国民公会によってパリ音楽院が開設されたが、その学長となったフランソワ・ジョセフ・ゴセックの作品は現在でも広く演奏されている。革命期にはゴセック以外にもメユール、カテル、ケルビーニラによって多数の革命参加が作られた。この時期には軍歌も多数作られている。 一例として、ストラスブールのディートリッシュ市長が、ライン軍のクロード・ジョゼフ・ルージェド・リール公兵隊員に、軍団独自の行進曲を依頼して作られた、ラ・マルセーズがあり、これは後に、フランスの国歌となった。一方、アメリカでは、1798年に、海兵隊バンドが設置された。フランスのギャルド・レピューブリ系の吹奏楽団その後、フランスでは、第一帝世紀に、 ナポレオン・ボナパルトの国民軍軍楽隊が、従来の楽器に、ピッコロや、トロンボーンなどを加え、7月王世紀の1845年には、サクソフォーンが採用された。1848年には、ギャルド・パリ・ギャルドでパリとして12名よりなる、トランペット隊が結成されたが、これが、1871年成立のギャルド、レピュブリケーヌ吹奏楽団の前身となった。 産業革命の勃興した18世紀後半から19世紀にかけてのヨーロッパでは工業技術がさらに発展し、その一方で高まる国民主義のもと国家的要求の中で管楽器の開発が進んだ。フルートのベーム式をはじめ木管楽器と金管楽器どちらにもより多くの確実なピッチを得られる鍵装置が導入され、あるいは付け加えられた。 この時期、南ドイツやオーストリアを中心に、宮廷における、室内音楽として、ハルモニー・ムジークが発展したのもこうした、技術革新が、背景にある。ハイドン、モーツァルト、ベートーベンらによって作られたセレナーデやディベルティメントは、こうした独王の上流階級での室内音楽の、流行に応えたものであった。サクソルンなどを考案したアドルフ・サックスより、重要な開発は、 プロイセンのビルヘルム・ビープレヒトによるバルブシステムの研究とベルギー出身の楽器製作者アドルフ・サックスによる楽器改良であった。前者は従来唇の締め具合と息の強弱だけで演奏していたトランペット族など金管楽器の演奏能力を飛躍的に向上させ一方では楽器バスチューバを生んだ。後者は 上述のサクソフォンの発明と円錐形の管を持つ様々なサクソルン族の楽器の開発につながった。サクソルンは高音から重低音まで同一のシステムと均質の音色を持つ一連の楽器で、サクソルン族にはコルネットやバスチューバ、フリューゲルホルン、ユーフォニアム、ワーグナーチューバなどが含まれる。こうした画期的発明によってラインナップの充実が図られた。 金管楽器は一般的な木管楽器とは異なり、片手でも演奏でき、乗馬や行進をしながらでも水槽することができたため、すぐさま軍楽隊に採用された。それに伴い、19世紀のヨーロッパ諸国は互いに戦争しながらも、軍楽隊そのものは禁止化の方向をたどっていった。19世紀中央にはほぼ現在と同様の編成となり、幕末期の日本が、 フランス、オランダ、イギリス、ドイツなどから太鼓やラッパの指導を受けた時には国による差は若干の楽器編成や用語法を除けばほとんどなくなっていた。軍楽隊と結びついて発展した吹奏楽には四季の公用や将兵の団結、郵送加官などといった性格が必然的に求められ同時代の他の音楽とは様式をこととしていった。そして ロマン主義の台頭著しい19世紀中央はまた数々の紛争や革命に彩られていた時代でもあった。1848年革命へとイタリア統一運動はヨハン・シュトラウス一世によってラデツキー行進曲を生むこととなりアメリカの南北戦争ではクラウディオ・グラフュラがワシントン・グレースを作曲している。軍楽隊のための音楽を残した。 フランスのエクトルベルリオーズ国民の軍隊は、徴兵制の思考や軍事パレードなどによって、制度としても、生活風景としても、人々にとって身近なものとなりつつあり、式公用など、上に掲げた、軍楽隊に求められる音楽の性格や様式は、大人数の金管楽器を中心とする音響の華やかさと一致していた。こうして、軍楽隊によって、行進曲や、 式典用の音楽などが演奏されたが、とりわけ、フランスでは、軍楽隊の出身者が、パリ音楽院の教授を務めるなど、芸術性や技術的洗練を追求する伝統をよく保持し、ロマン派音楽の巨匠といわれる大作曲家、ベルリオーズらも軍楽隊向けに優れた作品を残した。複雑な旋律を素早く吹奏できる、金管楽器の登場は、 ベルリオーズのほか、ドイツのアーグナーやイタリアのベルディにもことのほか、愛好され、金管を多用した楽曲が数多く作られた。ドイツとフランスを中心として発展してきた、管楽合奏は、イギリスにわたって、軍楽隊を充実させ、民間では、ブラスバンドを発生させた。イギリスでは、今日においてもイングランド、スコットランド、北、アイルランド、 ウェールズのそれぞれのカントリーが軍楽隊を有し、各地に伝承された民謡なども演目に加えて、地域色豊かな性格を持つ。民間では、19世紀初頭以降、労働社会級の間で、金管楽器と打楽器による楽団が結成され、各種のコンテストが行われるようになったことで編成が、確一化していった。この流れに属するものに、 1996年の英国映画、ブラス。で、一躍有名となったグライムソープコリアリーバンドなどがあり、これは聴衆を相手にして聴かせることよりも、娯楽の少ない炭鉱等において演奏すること自体を自ら楽しむという持続的な要素を持っていた。ビクトリア朝の時代、特に19世紀後半のイギリスの上流階級では、健全な娯楽を労働者に与えれば、 彼らの美徳を育て、資本主義社会に対する不満を和らげ、解消することができるであろうという社会改良主義が起こり、一般における吹奏楽活動の流行を支えた。資本家も盛んに楽器購入の資金援助など、アマチュアバンドの育成を支援している。イギリスではすでに1840年代に、アマチュア音楽家向けの楽譜付き雑誌が刊行され、 1860年代にはバンド間の連携が密になってブラスバンド運動の動きが活発化した各種のコンテストも盛んに開かれて活況を停止19世紀末には前衛で3万ないし4万のバンドがあったとさえ言われているブラスバンドの交流はまた一面では帝国主義の時代と重なっていたため欧米列強の傍聴政策に伴って 世界各地に広がっていった。ヨーロッパ音楽とローカルな音楽との混交は世界各地で見られた。土着の歌が吹奏楽で演奏される一方で西洋音階が出せるよう土着の伝統楽器に改良が施されることもしばしばあった。ネパール、インド、バルカン半島諸国における結婚式、フィリピンやスリナム、ガーナでの葬式、ボリビアやメキシコにおける 宗教を儀礼など、西欧以外の各地域でも、吹奏楽演奏の場が成立することは、バンド史上の発生を流した。しかし、吹奏楽の電波はしばしば植民地権力の啓蒙的な意向から外れる方向に進むこともあり、実際に、ガーナでは、ブラスバンドは風紀を乱すものとして、キリスト教教会より断罪され、バンドは、当局からの弾圧を避けるため、 隠れて演奏することを余儀なくされた。正常期を永遠なれや、エルカピタンで知られる、マーチオー、ジョン・フィリップス・スーザ一方、英国式、ブラスバンドのあり方は、アメリカ合衆国にも影響を与えた。軍楽隊の演奏活動がかなり制限され、軍の活動であっても、民間の団体に演奏を委ねることが多かった。アメリカにおいては、 パトリック・ギルモアのボストン大吹奏楽団をはじめとして学校や施設の吹奏楽団が人々の関心を集め新しい指導法の開発もあって19世紀後半から20世紀にかけて吹奏楽が極めて流星したそして従来は野外演奏が主であった吹奏楽も演奏会場が大規模化するのに伴い 還言楽と同様の演奏効果が上げられるようになり、一つのジャンルとして認められるようになった。これにより、今日では、マーチオーと称されることも多いジョン・フィリップ・スーザなど、吹奏楽専門の作曲家が輩出した。アメリカ海兵隊軍楽隊の隊長であった、スーザは、1892年に、海兵隊を退役して、優秀な演奏家を集め、自ら、 スーザ水草楽団という名の楽団を結成し、博覧会のアトラクションなどのために全米を演奏旅行し、さらにヨーロッパツアーや世界ツアーを展開しているが、こうした活動歴から理解されるように、彼の音楽活動は一貫して大衆のためのものであった。ニューヨークのドイツ人バンドアメリカではさらに、大学を中心に80名から100名を超える規模のシンフォニックバンド、 それに比して、やや規模の小さいコンサートバンドが編成され、また、より緻密で多彩な音色を獲得するために、ウィンドウオーケストラが編成された。なお、現在の水奏楽でしばしば見られるようなクラリネットを中心とする編成が作られたのは、ミシガン大学のウィリアム・レベッリが1942年に、ウィンドウオーケストラを、 室内学として活発化させるために始めた小さな木管楽器アンサンブルを講師としている。現代の吹奏楽演奏においては、クラリネットはオーケストラにおけるバイオリンに相当する役割を担っており、それゆえ高音や速いパッセージが要求されることの多い楽器である。これらに対し、ウィンドアンサンブルは1952年、 豊かな音色と緻密な合奏効果を得る目的でフレデリック・フェネルによって創始された管楽器各パートを一人ずつ配するのを原則とする合奏形態である。フェネルの定めたウィンドアンサンブルの概念は極めて厳格なものであり他の編成とは異なる独自の約束時と根拠を持っている。また、それゆえに編成上メンバー全員に ソリストとしての高い資質が求められる演奏形態である。アメリカの影響は世界中に広まってゆき、また第二次世界大戦後は特に軍の編成の変化や録音、再生装置の急速な進歩などによって軍楽隊の使命が低下したこともあり、吹奏楽は軍楽職を次第に失っていった。吹奏楽は弦楽器付きのオーケストラと比較した場合、 トランペットがメロディ楽器として活躍する場面が多く、いわば吹きっぱなしの状態となるため、大勢の人数で担当する場合が多い。また、オーケストラではあまり用いられないサクソフォンやユーフォニアムが大いに活躍する点でも異なる。全体的に見て吹奏楽は各パートの人数制限が少ないため、初心者でも比較的参加しやすく、また、 どの楽器にも出番があるため、いずれのパートも均等にやりがいを感じることができる点で、大衆性に優れている。トレメ地区でのジャズ奏1970年代以降は、ポピュラー音楽でも吹奏楽や、ブラスバンドを見直す動きが見られる。ルーツミュージックの発掘に努めたライクーダーや、フォークロックのザ・バンドなど、古きアメリカの音楽を復興しようとする人々が、 ロックにブラスバンドを取り込み、ルイジアナ州のニューオーリンズでは、黒人コミュニティから生まれた、ダーティーダズン・ブラスバンドが、伝統的なジャズバンドの雰囲気を残しながらも、ファンク、ソウルなど多様な音楽要素を取り入れた。このバンドの結成は、ニューオーリンズ独特のパレードの監修に影響を与え、セカンドラインのブラスバンドが何組か結成された。ミシガン州のシカゴでは、 やはりジャズの領域から、アートアンサンブルオブシカゴが現れ、多楽器主義を標榜している。現在、イギリスのハッピーエンド、マイク・ウエストブルックバンド、オランダのコレクティーフ、日本のブラックボトムブラスバンド、ソリッドブラス、コンポステラ、シカラムータなど様々なスタイルの金管バンドがある。なお、共産主義政権下のブルガリアでは、結婚式や、 出生式を主な演奏の場とした民間のブラスバンドは、トルコ系の人々やロマの人々が数多く関わり、公式の場では、オスマン帝国の負の遺産と見られて礼遇されることが多かった。しかし、1980年代終わり頃のイボ・パパゾフの西側での成功により、パパゾフの故郷クルジャリ州のスタイルを取った結婚式バンドが、 ブルガリア各地に現れるという現象が起こった。以上、軍楽隊やコンサート向け楽団のほかいわゆるクラシック音楽のみならず、ポップスやジャズなど、ポピュラー音楽のジャンルでも多彩な吹奏楽団が、西洋社会とその周辺に並存しているのが現状である。吹奏楽オリジナルの作品としては、最近は、 ヨーロッパの作品が増えてきたものの、主な楽曲は以前として、アメリカが衆国と日本の作曲家のものが中心となっている。日本では、江戸幕府の鎖国政策により、ヨーロッパ諸国との交流は、オランダ一国に限られていた。江戸時代の洋楽に関する資料としては、長崎でオランダ人が演奏しながら行進している様子を描いた絵画が一枚残る程度であるが、 天保年間、オランダ式兵学を学んだ、長崎の高島周藩は、不評訓練を行い、それに必要なオランダ式古敵隊を構想していたと言われる。加英7年5月13日朝、ペリー提督黒船陸戦隊訓練の図加盟6年、アメリカのマシューペリー提督が黒船を率いて、来日した際、二組の軍学隊が同行した。この時、軍学隊は、アメリカ国家、 正常期を合奏しているが、これは日本人が宗教音楽を除く本格的な洋楽を耳にした最初であったと言われる。この時の軍楽隊は、小編成のもので、裏側以外の各地でも演奏したが、曲目は記録に明示されていない。ただし、関連資料の検討から演奏された可能性の高い曲としては、ヘールコロンビアや、 スティーブン・フォスターの諸作品が考えられる。開国間もない安政年間、新しく設けられた長崎海軍伝習所において、乱式太鼓の紹介や乱式鼓府の観光がなされた。幕府の長崎役人であった上原広芝氏は予備伝習に参加し、鼓府の観光に携わったが、正式な伝習には幕臣のみならず、福岡藩、佐賀藩、長州藩、 薩摩藩などからも伝習生が参加した。教官であった勝天理家は、後に、自らの階層として、太鼓伝習や、不評長練が、伝習生に人気だったことや自分がマーチを日本を、紹介したことなどを記している。この後、幕府や諸藩が、西洋の軍政を採用するにあたって、様式訓練の一環として、個体、個敵体が編成された。 文久三年、イギリス式の太鼓信号とラッパ信号が複数のルートより日本に伝わった。慶応二年、薩摩藩は平成を全面的にイギリス式に改変、古敵隊もイギリス式となった。また、同年十二月、幕府によって招かれた第一次フランス軍事顧問団、ラッパ五をエルギュティグラの伝習によって、フランス式のラッパ信号が伝えられ、 小州藩などでも用いられた。フランス軍事顧問団の軍事教本を、田辺良介が日本語訳した連作、フランス練習式系風評補度式に含まれる、ラッパ符号全頃の現象は、集裁内容より、ピエール・フランソはクロドミール編、ラッパのための完全教本と推定されている。このことにより、明治維新を迎える段階で、陸軍は、フランス式、海軍は、 イギリス式のラッパ信号が吹き鳴らされることとなり、一国の内に異なるラッパ信号が用いられるという得意な状況が1885年まで続いた。なお、慶応4年より始まった母親戦争において、新政府軍が行進する際に歌われ、演奏された曲が、ミヤさんミヤさんである。この曲は、和笛と太鼓による演奏形態の上でも、また、 戦慄の上でも極めて日本的な性格を持つが、歩行に合わせた規則正しいリズムに西洋音楽の影響が見て取れる。明治2年、薩摩藩軍府役だった肝月金博は判明により当時横浜に駐屯していたイギリス海軍不評隊第10連隊を視察した。そこで軍楽隊の落走に感銘を受けた肝月は薩摩藩でも 洋式軍学隊を創設すべきことを国元に、進言し、これにより、薩摩藩軍学練習隊が編成された。練習隊は16歳から26歳までの、約30名の薩摩藩士により構成され、イギリス海軍不評隊、第10連隊第1大隊付の軍学隊学長、ジョン・ウィリアム・フェントンの指導を受けた。当初は、朝連や信号ラッパ、譜面読み、 個体の訓練など、楽器抜きの練習を余儀なくされたが、翌明治3年、フェントンが注文していた別尊者製の楽器がイギリスから届くと、練習隊員たちは、クラリネット、コルネット、トロンボーン、ピッコロなどを手に練習を始めた。彼らが最初に演奏した、吹奏楽曲は、イギリス国家の、ゴッドセーブザクイーンであったと言われている。これが、 日本の吹奏楽の始まりであり、練習生がフェントンから、管楽器を学んだ横浜市中区山手の三尾工事には、現在、日本吹奏楽発祥の地のプレートが飾られている。初代、君がよう作曲したことでも知られるフェントンは、インド、ジブラルタル、マルタ島、ケープタウンでの勤務の後日本に赴任し、合計約30年の長きにわたって、外地で暮らした人物であった。 帝国主義の時代、フェントンのような人物は世界各地にいただろうと考えられる。フェントンはまた、上述の通り、タイに使用する楽器をまとめてイギリス本国に注文しているが、これが日本における洋楽器輸入の最初であった。明治4年、政府が兵部省を陸軍省と海軍省に分けたのに伴い、陸軍、海軍のそれぞれに軍楽隊が誕生した。 陸軍軍学隊の初代軍学長は西健造、海軍軍学隊の初代軍学長は中村雄洋で、共に薩摩藩軍学伝集隊の出身であった。この時発足した兵学良共同弾楽隊が、後に陸軍富山学校軍学隊として知られる陸軍の軍学隊である。陸海軍の軍学隊は、数字の戦争や軍縮の都度、 組織や自民に増減、変遷はあったが、1945年の旧日本軍、解体まで続いた。蓄音機やレコードなどの複製技術がなかった時代の軍楽隊は、あらゆる場面で様々な音楽供給を担う存在であり、そのため民間からの出演要請にも可能な限り応じることが制度化されていた。フェントンは、 英国陸軍を退役して、日本海軍軍学隊の、親とい外国人教師として1877年の、任期満了まで務めた。一方、西健造を学長とする陸軍の兵、学良共同団学隊を指導したのは、明治5年に来日した第二次フランス軍事故問団の、一員であったギュスターブ・シャルル・ダグロンであった。1879年、政府は、 文部省に音楽取り調べ係を置き、洋楽の普及に努めたが、音楽取り調べ係をリードした伊沢修司が、同時に体操練習所の主管に認じられていたことが、示すように、学校教育における音楽と体操は互いに結びついて、不国共兵政策を支えた。常述のフェントンとダグロンが軍学隊派抜きの指導者で、いわば現地採用組として、 日本軍楽隊のトレーナーとしての役割を果たしたのに、対し、日本政府が、その必要性を認め、本国に直接交渉して招聘した音楽の、専門家が、フランスのシャルルルルーとドイツのフランツ・エッケルトである。1880年代は、この二人の外国人教師によって吹奏楽の、発展期を迎えた。陸軍軍楽隊を指導したシャルルル,ルーパリ、音楽院に学び、 アントワーヌ・マル・モンテルにピアノを指示したルルーは1884年に第三次フランス軍事顧問団の一員として来日し、ダグロンの後任として陸軍軍楽隊を指導した。世紀の音楽教育を受けた本格的な音楽家、ルルーの指導のもと陸軍軍楽隊は超速の進歩を遂げ、ルルー自身もまた抜刀隊や不走家などを作曲した。 海軍軍学隊を指導したエッケルトは、旧プロイセン領ポーランドに生まれ、1879年に、フェントンの後任として来日した。フェントン離任とエッケルト着任の間の約2年は、陸軍のダグロンが、海軍軍学隊の指導も兼務したと言われる。ブレスラウとドレスデンの音楽学校で学んだエッケルトは、 編曲を得意とし、倒れる人が出るほどの猛練習を団員に課したと言われる。1882年にエッケルトが注文した楽譜リストには、オペラの助曲や、抜粋曲、舞踏曲なども含まれており、この時期の軍楽隊のレパートリーの広がりと内容の充実ぶりが伺える。彼はまた、君がよ改定にも関わった人物であった。なお、 1885年、外務大臣、井上薫の主導する、六名館の大舞踏会では、ルルー指揮する、陸軍軍楽隊とエッケルト指揮する、海軍軍楽隊が演奏を務めているが、この時歌詞官として招かれた、フランスの作家ピエール・ロティは、一方は、フランス人、一方は、ドイツ人の、二組の完全なオーケストラが堂々たる、舞曲を演奏したと記録している。 軍学隊はこの後1890年代になると、日清戦争、日露戦争を挟んで、自立期、拡張期へと向かう。軍学隊は、外国人教師の手を離れ、日本人学長が指導する体制に移行し、その中で海軍の瀬戸口東吉の軍艦行進曲などの名作も生まれた。軍学隊は1905年以降、東京の日比谷公園で、 定期演奏会を開くなど、日本における洋楽普及をリードした。1902年には海軍軍楽隊が、1910年には陸軍軍楽隊が、それぞれ初めてイギリスに派遣されており、海軍軍楽隊の方は、その後もしばしば欧米を歴訪し、音楽体験を積んだ。軍楽隊の持つ華々しさや、ハイカラさは、聴覚的な側面のみならず、 視覚的にも当時の人々にとって魅力的な存在だったのである。項目化の広告民間での音楽隊としては、退役した海軍軍楽隊のメンバー6人が出資者を募って結成した1888年に設立された東京市中音楽会が最初である。日本における民間バンドの始まりは、職場バンドや学校バンドのようなアマチュアバンドではなく、 プロの職業バンドだった。職業バンドには活動写真館のバンドや少年音楽隊が含まれるが、その成立時期は日本の産業勃興期にあたっていた。東京市中音楽会は管楽器を中心とする職業バンドで東京上野市のバ家に落成した競馬場の竣工式や群馬県桐流の製紙工場の開業式などの式典で、 演奏活動を行っている。また、出張演奏のほか、週1回、横浜グランドホテルで、ダンス音楽とサロン音楽の演奏を行った。この後、同様の楽隊が次々に結成され、日清、日露の両戦争や、それに伴う、様々なイベントで演奏が行われたほか、ホテルでの定期演奏、さらには客寄せなどの宣伝目的で、感楽合奏が利用されるようになった。 全国各地で流星していた支柱の音楽隊を広告宣伝に利用していったのが、沈鈍屋の前身の一つとなった広目屋の秋田、浮吉である。広目屋は1891年に東京支柱音楽会を買収し、1893年には北海道のトンデン平村に組織される予定だった海軍軍楽隊出身の有馬はじめ純学長。 引きる学体を抱えるなど急成長を遂げた。こうした職業バンドに対して、日清、日露戦記には、出生軍人の送迎などで、出張依頼が殺到したが、戦後、その多くは、淘汰されていった。一方、当時急成長を遂げつつあった、百貨店も水奏楽の広告利用に乗り出し、1909年には、三越が、三越少年音楽隊を設立し、 同年4月の児童博覧会での演奏は大評判となった。以後、明治末業から大正、昭和にかけて、名古屋市の伊藤屋後福店、大阪三越百貨店、大阪高島屋、遊園地の豊島園などが次々に少年音楽隊を編成した。1897年、日本国内では大阪市で初上映された活動写真は、 その後普及が著しく職業音楽家の活動の場を増やすこととなった。洋楽の活動写真音楽は有馬学長の率いる12から13人程度の楽団が広め屋から派遣されたことに始まっている。アマチュアでは1911年に編成された福岡県の八幡製鉄所の職工養成所音楽部にできた吹奏楽団が 日本最初の職場吹奏楽団であった。また、明治時代の末場からは、スクールバンドも編成されるようになり、旧正中学校でも吹奏楽が演奏されるようになった。1909年に、京都府立第二中学校が教育の一環として、楽団を編成し、大阪の第四師団軍学隊長を退役した、小畑健八郎に指導を依頼したのが、 その始まりと言われている。日本の吹奏楽を主導してきた軍楽隊は第一次世界大戦まで順調に発展してきたが戦後の軍縮によって大掛かりな規模縮小を余儀なくされた。少年音楽隊はそれに対し軍楽隊への入営年齢にも達しない選び抜かれた少年たちを対象に軍楽隊で培ったノウハウを持って厳しい訓練を科したため その技術水準は高く、そこから、後年、オーケストラや、ジャズバンドで活躍する幾多の人材を育てた。また、広め屋に雇われて、東京市中音楽隊の学長を務めていた、山田栄二郎は、1914年前後に大日本、中央音楽団を設立しているが、その活動や、楽団員養成のあり方は大変ユニークな、ものであった。 山田は、音楽学校や少年音楽隊の出身者を率いて、ローシー歌劇団の地方公演、サーカスや、マジックショーなどの雑木楽団、活動写真館に楽団を派遣したり、街頭で行われる商店や、活動写真工業の町回り音楽にも、小編制のバンドを派遣するなどを民間分野で手広く、演奏活動を行った。楽団員は4年間の指導を受けた後2年間は、 五例方向を行い、その後、力量十分であれば、分家として独立できるなどと定性的な人材要請が行われた。活動写真館の伴奏は、一時期、電子の声が聞こえるようにピアノを使ったこともあったが、第一次大戦中の1915年頃には、小人数の場合は5から6人、大人数の場合は24から25人程度から構成される。 管弦楽団が伴奏音楽と休憩時の音楽を担当するようになった。伴奏音楽ではしばしば三味線を交えての和洋合奏が行われることもあった。大正期を通じ、軍楽隊退役者の多くが活動写真館で活躍するようになったが、昭和に入り、1930年代初め頃から映画が徐々にトーキーに移行し、 伴奏音楽の楽体は衰退した。アマチュアでは19、1919年の古賀工業、日光製度所にできた、吹奏楽団が、関東地方最初の職場バンドと言われる。以後、大正の末場から、昭和時代初期にかけては、以前にも増して会社や工場で盛んに吹奏楽団が、編成されるようになった。指導者は、軍楽隊の退役者が多かった。 学校バンドの実現は、高額の楽器や楽譜の調達などの定員が障壁となっており、また、戦前の学校教育における音楽家の指導が、昇華に著しく傾斜していたこともあって、当初は必ずしも順調ではなかった。しかし、昭和期に入ると、楽器の国産化が著しく進展し、関東地方や東海地方の商業学校や工業学校、 高等農林などで吹奏楽の合奏がなされるようになった。これらを指導したのは職場バンド同様軍楽隊を退役した人々が主であった。また、そのためもあって今日見られるような音楽教育としての位置づけは必ずしも明確ではなかった。警視庁音楽隊こうして学校や職場で 仲間たちと一緒に趣味として楽しむ目的で、相次いで、吹奏楽団が誕生し、社会改良論的見地から、企業もそれを支えた。1923年には、元陸軍第四師団軍楽隊の有志で、大阪市音楽隊が結成される、中央公会堂にて、記念演奏会を開催した。1933年6月には、 東京で初めてアマチュアバンドの演奏会が開催されている。また、1934年のアマチュアブラスバンド、東海連盟の結成を講師として、水槽楽団体の結成が相次ぎ、1939年には、これら団体の全国組織として、大日本水槽楽連盟が結成されるに至った。さらに、1935年、 名古屋と東京で吹奏楽コンクールが開催され、以後、毎年行われるようになった。1940年の期限2600年記念行事では、大阪市において全日本吹奏楽コンクールが、初めて開催されている。規模を縮小させられていた軍は、1931年に、満州事変が勃発して、以降は、戦時体制が敷かれ、軍楽隊の大増員もなされて、 南洋や中国大陸の前線にまで送り込まれた。また、1934年の神奈川県警察部を皮切りに、警視庁や大阪府警察部では、警察音楽隊が編成されたが、やがて学隊員が軍に召集されるようになって、解散を余儀なくされた。戦時期にはまた、産業報告会の運動と、構成運動が結びつくことによって、職場バンドが、 飛躍的に増加した。この時期には、各地で吹奏楽の指導者講習会も行われている。記事域に建てられた、警視庁音楽隊学長山口上皇の造百9 4 5年の太平洋戦争集結とともに、軍楽隊は解散し、隊員は楽器を携えて復員した。間もなく宮内庁に、近衛不幸巨奏楽隊が結成され、陸軍軍楽隊の場合であれば、 この学隊から日本放送吹奏楽団を経て、それぞれの道に進んだ。このほか、旧軍楽隊員は、それぞれの条件等に応じて、警察予備隊総体総監部仮文献隊、警視庁音楽隊、東京消防庁音楽隊、海上保安庁音楽隊などの道に進んだほか、民間の公共学団員、ジャズバンド奏者、音楽大学の教員などとしても活動した。 陸軍軍学隊では、山口上皇は、警視庁音楽隊の再結成に参画しその、学長になっており、さらに、スマヨを追立は、NHK 公共楽団奏者を経て、警察予備隊、総体総幹部仮分検隊初代隊長、松本秀樹は、航空自衛隊、航空中央音楽隊初代隊長となるなど、陸空自衛隊音楽隊の結成に参画した。一方、 海軍軍楽隊は、内藤聖子らを中心とする、主な楽隊員は、東京都吹奏楽団を経て、東京消防庁音楽隊に加わった。一部の海軍軍楽隊員は、海上自衛隊音楽隊に参加した。折しも、敗戦直後から横浜、東京など各地に新中軍のための施設、クラブが設けられ、そこでは、フルバンドの需要があったため、 軍楽隊員だったものの中には、バンドプレイヤーとして働く者も,も現れた。クラブには、商工用、歌手館用、兵員用、民間用があり、商工用は夫人を伴っての不妊が多いため、ダンス音楽が多く、歌手館や兵員用のクラブでは、ジャズやポップスの人気が高かった。例えば、陸軍軍楽隊出身の高沢智政が率いた、バンド。 クラックスターは、新中軍向けバンドとして活動した後、服部良一に認められ、後に、笠木静子、藤山一郎、雪村泉などと共演している。このように戦後の吹奏楽は、ジャズや歌謡曲など、ポピュラー音楽とも深い関連を持ちながら発展した。しかし、軍楽隊と民間バンドとでは、その求められるレパートリーや音楽的能力、 技術の見学が華々しく、決して誰にでも可能な転身ではなかった。一方、クラブでの演奏の需要の多さは、バンドマン不足を招き、戦前からのジャズマンや、軍楽隊出身者に混じって、新生大学の学生も数多く、ミュージシャンとして働いた。これは、米兵に娯楽を提供し、軍楽隊出身者に転身を促し、 若い世代に演奏の場を与えたというばかりではなく、日本の洋楽需要の転換点となった。例えば、後に芸能事務所として発展する、渡辺プロダクションの創業者、渡辺進は、ジャズミュージシャンであったし、その妻のミサの実家は、仙台市の米軍新潟県キャンプにミュージシャンを仲介する、仕事を制御にしていた。また、ホリープロの創業者、 堀田稽も、米軍キャンプに出入りして、カントリーミュージックを演奏した人物である。やがて、ジャズブームが去り、サンフランシスコ平和条約の締結によって、在日米軍が縮小されると、歌謡曲がジャズを取り込む形で、巨大化していった。1960年代以降は、夜のヒットスタジオ、ネヌティー・ブ・イコーのベスト10。 TBS 化のグランプリなどテレビジョンの歌番組が人気を博し、そこでは歌手の後方に吹奏楽のバックバンドが控えるというスタイルが一般的であった。ダン・イケダとニューブリードやオノミツルとスイングビーバーズなどといったビッグバンドが歌の伴奏を行うスタイルが高度、経済成長時代の大衆音楽を支え、テレビやレコードの一般家庭への普及は音楽を 人々の生活に一層根付かせることとなった。このスタイルは楽曲としての歌謡曲やアニメソング、童謡などにも大きな影響を与え、1970年代のヒット曲には金管楽器の鳴り響いているものが極めて多い。アマチュアのバンドにおいては戦後、とりわけアメリカから合理的な指導法や新しい吹奏楽専用の作品が導入された。 吹奏楽活動は、学校教育や生涯教育の視点から見直され、全国的に活発な活動が展開された。日本中のほとんどの中学校や高等学校には、吹奏楽部が設けられ、定期演奏会や、学園祭、学校行事や、部活動の応援など多様な活動を担い、扱う楽曲も、校歌、国歌、クラシック音楽、吹奏楽オリジナル曲、 ポピュラー音楽など多岐にわたる。国際交流も活発で、演奏技術の向上も目覚ましく、マーチングバンドやドラム校、吹奏族、自由演奏会など、吹奏楽の楽しみ方も多様化している。さらに近年では、楽器性能の向上や電子機器を取り入れた、合奏の登場、日本人作曲家による優れた、吹奏楽作品の発表、また、 指導法の研究などの面からも日本初の水槽学が世界の注目を集めるまでになった。2001年現在、社団法人全日本水槽楽連盟に加入している団体は13,516団体に上っており、日本の水槽楽人口は100万人を超えると言われている。世界的に見てもこれほど多くの人が 吹奏楽を経験している国は少なく、その演奏能力の高さの定評からも、今や日本は、世界屈指の吹奏楽大国と言われている。ありがとうございます。